1970年代から1990年代にかけて、レバノン内戦に乗じたイスラエルが断続的にレバノン国内に侵攻。それに対抗するシリア勢力などの戦車が、イスラエル領土の拠点に反撃を行ったものの、その拠点から数十キロ離れた地点で突如として対戦車ミサイルの集中砲火を浴び、ほぼ全滅。この攻撃を行ったのが、ペレフと呼ばれるイスラエルの謎兵器でした。今回は、そんなミステリアスな兵器、ペレフを解説します。第三次中東戦争にて、ほぼ一方的な勝利を収め占領地を拡大したイスラエルは、それ以来アラブ側の戦力を軽視していたこともあり、第四次中東戦争では、エジプトの奇襲を受けて多数の機甲部隊が損害を受けました。実はエジプトは、これまでの弱いアラブ軍を払拭するために、対イスラエルの戦争を入念に準備しており、軍の改革や兵士の能力向上、ソ連から供与を受けた対戦車ミサイルや対空ミサイルなどを有効活用した戦術の研究を進めていました。この第四次中東戦争は、ミサイル兵器を大規模に投入した戦争として有名で、その餌食になったのがイスラエル、というわけです。イスラエルはこのような結果を受けて、敵軍が自軍に接近する前に、遠距離から敵機甲部隊と交戦が可能で、なおかつ移動式で秘匿性の高い対戦車ミサイルシステムを模索し、その結果極秘裏に開発されたのが、戦車に偽装した自走ミサイルランチャーであるペレフです。ペレフは、アメリカ製のパットン戦車をイスラエルが独自に改修した第 2.5 世代主力戦車、マガフ、をベースとした車両で、新規設計した大型の砲塔には主砲が装備され、一見すると戦車にしか見えませんが、実は砲塔内に12機のミサイルを収納するランチャーを搭載しています。このランチャーは、移動時には砲塔内に収められ、発射時のみ情報に展開される方式となっていることから、敵からすると通常は戦車にしか見えず、当時イスラエルが大量に保有していたマガフ戦車の発展型かな、という程度にしか思わなかったことでしょう。ちなみに本車両に装備された戦車の方針ですが、これは、通常の戦車と誤認させるためのダミーである、と言われています。というのも、ミサイルランチャーが砲塔内に収納する設計となっていることで、見る限りはランチャーが砲塔後部にみっちみちに詰まっているようなので、乗員区画も踏まえると、主砲の発射装置までこの砲塔に搭載するスペースなどなく、完全なダミーと言っていいでしょう。で、このペレフに搭載されるミサイルですが、イスラエルが開発したスパイク対戦車ミサイルの長射程版である、エヌロスを装備します。それまでのスパイクミサイルの派生型では、歩兵携行型や軽車両からの発射を想定したものが多く、その射程は数キロ程度だったのに対して、スパイクエヌロスは最大30キロと長大です。よって、ターゲットを発見する前の見越し発射にも対応しており、GPS の中間誘導と赤外線、無線データリンクによってターゲットの探索や照準を可能としています。ただし、スパイクエヌロスは段階的に能力向上が行われているので、ペレフが配備された当初にそこまでの能力があったかどうかはわかりませんが、このミサイルはペレフの開発と並行して作られたとも言われており、もともとはペレフでの運用を第一に考えられた対戦車ミサイルで、その当時、少なくても敵が察知できないほどの距離から発射できる射程を有していたのは間違いありません。このスパイクミサイルは、西側や第三国で広く運用され、シリーズ合計で数万発も輸出されていますが、今一番必要であろう国への供与は行われていません。ちなみに、名前の似たものでエヌローというのもありますが、これはイギリスとスウェーデンが合同開発した対戦車ミサイルで、こちらについてはイギリスが数千発を供与しています。ペレフの開発自体は1980年代より行われていたものの、その存在は極秘中の極秘とされ、その当時大量に配備していた第 2.5 世代主力戦車、マガフ、
をベースにすることで戦車と誤認させ、30年近くもその存在を隠し続けたため、その公式な戦果は明らかにされていませんが、1980年代後半から実戦で使用されていたとみられ、レバノン内戦に参戦したシリアの機甲部隊を遠距離から殲滅。また、2000年代に入って、正規軍同士の大規模な戦車戦が起きなくなってからも、第二次レバノン紛争やガザ紛争に投入されており、ヒズボラやハマスなどの武装勢力との戦闘をメインに使用されたとされます。このペレフは、長い間謎兵器と噂になっていましたが、2014年になって、ペレフがミサイルランチャーを露出する姿がバッチリ撮影され、ネットで拡散したことから存在が露呈しました。イスラエルでは、翌2015年に機密指定を解除しましたが、2017年までには速やかにペレフを全車退役させています。まあペレフを戦車と思わせ続けていたからこそ意味があったわけなので、バレたからには仕方ない、ということで、ある意味潔い判断だったと言えるでしょう。さて、今回紹介したペレフもかなり癖のある兵器でしたが、イスラエルにおいてはこの他にも独自の事情を踏まえて、多くのユニークな兵器を開発してきました。ナクパドンは、イギリスのセンチュリオン戦車をベースに開発された装甲兵員輸送車で、ナグマショット、ナグマホン、ナクパドンというように進化し、完全に防御力に全振りしたガチムチの重装甲兵員輸送車として開発されました。本車両は新型の複合装甲及び爆発反応装甲で防御され、サイドスカートもより厚みのある複合素材に置き換えられており、その重量はなんと55トン以上。日本におけるフルサイズの戦車である90式戦車よりも重い兵員輸送車となっています。ただ、その重さに見合ったエンジンを搭載しておらず、馬力不足が指摘されており、最新のメルカバマーク4など、大出力のエンジンを積んだ戦車への追従性に難があるようです。車体後部には、IED 防御用として起爆妨害用のアンテナが装備されたりと、その重装甲と合わせて、兵員の安全が第一のイスラエルのドクトリンが垣間見えます。このナクパドンは、ガザ地区やヨルダン川西岸地区など、いつどこから攻撃を受けるかわからない危険地帯において、治安維持活動などに使われるケースが多いようです。ただし、その配備数は少なく、主力の装甲兵員輸送車としては、ナグマホンや攻術するアチザリットがメインとなっています。アチザリットは、アラブ諸国から露獲したソ連製の T54-55 戦車をベースに、全周囲の防御を重視してイスラエルが製作した装甲兵員輸送車で、その当時の兵員輸送車、ナグマショットを代替する車両として開発されました。イスラエル軍は、第四次中東戦争以降、歩兵を戦車部隊に随行させるための輸送手段として、アメリカの M133 の強化型や、M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車の改良型、旧式のメルカバマーク1をベースとした歩兵戦闘車など、様々な試作車両を製作したものの、防御力と兵員輸送性を両立した車両がなかなか仕上がらなかったため、堅牢で割と故障の少ない T54-55 戦車のシャーシをベースに改めて開発されたのが本車両です。基本構造は T54-55 そのままに、空間装甲を兼ねた燃料タンクで取り囲み、ヒート弾や鉄鋼弾の両方に対して、ある程度の防御力を持っており、125mm の APFSDS 弾にも耐えられる重装甲を持つと言われています。このように、純粋な兵員輸送車としてはかなり堅牢な作りとなっており、前述のナクパドンには及ばないものの、その重量は44トンと、陸自の一丸式戦車と同等の重量に達します。また、車体後部右側に兵員搭乗用のハッチが設けられ、7名の兵員を収容可能ですが、このハッチは上下に開閉する方式となっており、上方向に大きく開くことから、前方からもハッチの開放がバレバレで、兵員が乗降中であることが敵側に露呈してしまう、という欠点があるようです。とまあこのように運用面で難はあるものの、イスラエルでは防御性、
生存性を第一に設計された陸上車両が多く存在し、今回のメインテーマだったペレフについても、仮に偽装が一番の目的だったとしても、第 2.5 世代主力戦車のマガフをベースに、前面装甲には爆発反応装甲を追加装備するなど、防御力の向上も忘れておらず、自国兵の人命第一を貫いています。今回は解説を割愛しましたが、ナメル装甲兵員輸送車などは、今回紹介した兵員輸送車の中で最も新しい車両であり、イスラエルの最強戦車、メルカバをベースにさらに装甲が強化され、なおかつアクティブ防護システムを装備するなど、世界でも最も生存性の高い兵員輸送車、とも言われています。このように、イスラエルといえば軍事力、兵器、というイメージを持つ方も多いと思いますが、GDP は日本と比べてはるかに少ないにもかかわらず、対 GDP 比の防衛費は世界トップ10に入ります。つまり、その国力に似合わない軍事力の維持向上に、めちゃくちゃお金をかけている国、それがイスラエルです。そこにはお金をかけなければならない理由があり、その原因はイスラエル自身にもあると思いますが、輸出は二の次で自国の防衛に特化したガラパゴス兵器を多く開発している、という点については日本と共通点があるかもしれませんね。それではこれで、ペレフとイスラエルのお話は終了です。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、新作動画をお知らせする、ベルマーク、のポチをお願いします。